若い人がそもそも参入できるような仕組み作りをやっぱりしないと若い人入らないんちゃうかと、まあ、自分の経験からですね結構達成してるんですよ、関わってるんですよね。でもこれをうまく生かさない手はないと思いません？だっていろんな企業がこの SDGs1 個でもですね絡みようと思っているところで農業はもう半分以上達成してるわけですよ。あの地域を守るためにあの有機農業を広めるというふうにどうしたらいいのかなっていうことを考えながらやってました。で3つ目がですね、若い人が参入できる農業をやると。農業をやってて楽しいと思わないとやっぱり若い人どんどん入ってこないと思うんですよ。この一番最後に笑顔のあふれる農園っていうのをつけてます。早くできるような仕組みを作ったら有機農業でもやれるん違うかと思ったんですよ。加速単位で動いてするんではなしにそれぞれ分業化してます。できるだけ回転率を縮めて生産性を上げることによって利益が出るんじゃないかとという考え方ですね。ということで最初この仕組みでやるということで会社を立ち上げました。今、まあその学生の時にちょっと野菜ソムリエが当時さらにもっと流行ってたんで、そんなのを取ったりとか、自分のやりたい農業をするために雇用環境を整えるっていうところと、自分の方の効率化をしっかりやっていく。自分まだまだ新規就農して4年目なんで、まだまだこれから勉強しているところなんですけども、やっぱ今後やっぱその経営をしていく上でやっぱ大事なことっていうのも勉強になったし、すごい参考になりました。